みんな見たかこれ。見た見たよね。やばくねえか。爆裂モンスターフェアリーテイルコラボだって。ほんと勘弁してくれよっていう感じなんだけどね。まあ何が勘弁してくれよっていうと、あのエルザがかっこよすぎる。とにかくまあ今回いつもながらのあの性能考察のコーナーやっていきたいと思うんだけど、見たこれ動画。エルザバリクソかっけえぞこれ。マジでこれエルザ引くしかないじゃんっていうレベルでかっこいい。あの羽が生えてる感じと、あの白銀の衣を身にまとっちゃってるじゃんね、もうね。いやもうこれ引くしかないんだわ。まあいろいろ今ねスキン新登場とかいろいろ来てるんだけど、まあそれは動画にできたらね後々していこうかなと思ってるんだけど、あと氷も来てるんだよザンガとか言ってね。まあまあまあそこは今日はね、今回はさておいて、このあのフアリーテールコラボですよ。はい。でまあ夏とあとエルザとあのこのなんだっけ名前忘れ、あのルーシーか、ルーシーがね来てるわけなので、まあちょっとね性能考察やっていきたいと思います。まあ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 いい感じ。エルザがもう本当にエルザが欲しいという感じになっておりますという感じでね、早速まあスキルどういう感じか、まあ使用感どういう風なのかみたいなところをね個人的なまあ感想でお伝えしていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、では早速見ていきたいと思います。爆裂モンスターフェアリテールコラボということで、かっこよすぎだろこれ。カリウル炎かっこよすぎ夏。はい、通常123の攻撃ですね。最後アッパー攻撃でございますと、出が早いんでね通常はわりかし使いやすいのかなといった感じです。でサブ1ですね。サブ1が2撃の攻撃、これどんだけねまあ範囲があるのか、どんだけ伸びてくれるか気になるところ。サブ2がこの連続パンチ攻撃といった感じですね。これは普通に使いやすそうなサブ2かなというところです。で、メインスキルがこのリーチの長い、まあこのね炎をぐるぐる巻いてる炎をね、トグルをね、トグル炎を出していく感じね。肺が長くて強そうで、こういう感じで一応コンボもつなげていけますよというスピード感のあるキャラだね。夏好きです個人的に。はい、でルーシーだね、見ていきましょう。ルーシーがねかなり通常の3撃目が長いキャラクターになってますね。1、2は普通なんだけど3撃目がめちゃくちゃリーチが長いと。でサブ1なんだけどこれ強化できるんだよね。攻撃力を強化してくれるという感じで、まあまあまあ2対2とかでね仲間を強化して立ち回るっていう動きができそうですね。これはまあ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 本当になんかルーシーは遠距離型のキャラかなっていうところで、でもね強そうなんだよね。普通に強そうかなっていうところで、はい、サブ2がこれもね射程距離が結構長そうなサブ2という感じになってるんで、まあ本当に遠距離型かな。メインスキルね、このあのアッシュのメインスキルとちょっと似てるよね。複数体いるときにはしっかり索敵して、索敵というか近くにいる敵に優先的にダメージを与えていくというか、近くにいる敵のを狙ってダメージを与えていってくれますよという感じなんで、個人戦でもまあ活躍するけど2対2とかで力発揮するのかなという感じです。ここだよエルザ、めっちゃかっけんだ。剣持ってるからリーチが長そう。めっちゃ長そうじゃないこれ。ほらほんと長そう。こういうキャラ欲しかったんでね、腹開いててかっこいいし。で、はい、サブ1、これサブ1は出がめちゃくちゃ早い、スキルキャンセルに使っていきましょうっていうサブ1だね。でサブ2、シンプルな回転攻撃になっておりますという感じ。結構ヒット数高いね。スキルゲージ溜まりやすそうです。はい、メインスキル、これあれだよね、リアンと似てるよね。めっちゃリアンと似てる。まあ、リアンほどの高速力はないもののサクッと敵にダメージを与えていける、これ火力高かったら非常に優秀。まあメインキャンセルとかあのサブスキルキャンセルしていけるっていうキャラクターというかスキル持ってるキャラめちゃくちゃ強いから、いや本当にエルザ狙いかなっていう感じでございます。という感じでとりあえず見ていったんですけれども、まあ夏くんに関してはそのスピード感を生かして通常からのサブスキルの連撃攻撃、さらにメインスキル、あれ射程距離多分めちゃくちゃ長いメインスキルになってるんで、まあ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 サブスキル関連に飛び道具はないもののメインスキルは結構離れててもダメージ与えていけますよという感じで、あれもね動いてくれるみたいなんで、あの炎がね敵の方に向かって、まああれはメインスキルはかなり優秀なんだけれど、ちょっとねプレイヤースキルが求められるかなという感じですね。でルーシーに関しては
まあ、ザ遠距離型のキャラクターというイメージ感な。うん、で、まあ、仲間も強化できるし、まあ、自身も強化できるよと。まあ、通常のリーチ1位2位がね、そこまで長いわけじゃないんですけれども、3撃目が長いという感じになってるんで、まあ、強化させて、まあ、通常当てていくっていうムーブ取りたいんですけれども、初撃の1撃目当てられるかっていうのが重要なポイントになってくるのかな。うん、あとは、まあ、3撃目リーチの長い3撃目は、あの1位2位不発しても3撃目当てていけるみたいなところもありそうですね。で、まあメインスキルじゃないね、その前にサブ2行くか。サブ2が射程距離がかなり長い、うん、サブ2のスキル飛び道具攻撃ですね。飛び道具というかね、まあ、ビームみたいな感じなんだけど、あれ優秀だよね。うん、まあ、個人的になんかクエンとかでああいう飛び道具系の攻撃、あのメインスキルとかがあるとね、結構まあ活躍できるんじゃないかなというふうに思います。で、まあメインスキル、さっき話したんだけど、メインスキルがあの弾っこを出して、まあね、複数体いたらその近くにいた敵に多分その弾が近寄ってってくれると、まあ、索敵してその近くにいるのにちょっとずつ動いてってくれるみたいな、まあメインスキルになってると思うんですけど、あれもねなかなか良さそう。うん、あれ強いよね普通にっていう感じです。で、僕の今回まあエルザが好きっていうのもあるんだけど、その通常の感じだったりとかサブスキルの感じとかで、まあ、一番今回狙っていきたいなと思ってるのがエルザ様でございます。はい、いやめっちゃいいねあれね。うん、まあ通常、まあ、剣持ってるからリーチも長いという感じで、まあ 1,2,3 だったね多分ね。まあ4撃目まであるキャラは今回いなかったんだけれど、まあ、リーチが長い分通常入れ込みやすい、さらにサブ1出が早い攻撃で、まあ、敵のスキルをキャンセルさせていける。で、まあ、サブ2がまあぐるぐるの攻撃なんだけど、周りに剣ぐるぐるさせて、攻撃与えていくやつなんだけど、あれ結構多段してくれるんでスキルゲージ溜まりやすいんですよね。まあ、エルサに関してはもうザ接近型っていう感じかな。もう本当にエルザと夏はまあある程度接近型だよね。まあ夏はメインスキルがかなり長いから、あの射程距離長そうだから、まあ遠距離で立ち回ってもメインスキル当てていけるポイントあると思うんだけど、エルザに関してはもう本当接近型っていう感じになってますね。まあ接近好きな方にはもうエルザ持ってこいじゃないこれ。うん、使いこなしたらめっちゃ強そうエルザ。うん、あのメインスキルで敵のスキルキャンセル狙っていけるっていうところもかなりのね魅力になってくると思うので、まあ今回僕はねエルザ様ゲットできるまでガチャを回していこうかなというふうに思います。はい、まあ引けたキャラに関してはまあ使用感のね動画なんかも上げていけたらなと思っております。まあ狙っていくべきキャラって言われると、まあちょっとね無理して狙っていくかどうかっていうところは、最近ミオがね出たばっかりで、まあ同じねキポケモンということでね、エルザ様もね来ておりますのでね、そこら辺って思われてる方もいらっしゃると思う、いっぱいいると思う。ただね実際使ってみたらあれみたいな、ちょっとこれリアン風な立ち回りできんじゃねみたいになると思うんでね。ただクオンに関してはリアンの何が強いかって、槍投げが強いんだよね。敵を拘束している間にチャージ決め込めたりとかっていうところで、槍投げが強いところではあるんだけど、今回のねまあエルザ、まあリアン全然違うんだけど、まあリアンとちょっとスキルの感じが似てるからリアン上げてるんだけど、まあタイプが違うからねあれなんだけど、ちょっとねメインスキルでキャンセルできたりとか、まあサブ1もまあちょっとねスキルをキャンセルさせていくみたいな、その立ち回りにエルザはなってくるんで、まあ、サブ1でもキャンセルできる、メインでもキャンセルできる、でサブ2がの回転攻撃でスキルゲージ貯めやすい、なおかつリーチが長い通常っていうところで、もうほんとこれ僕もやってる方だったらみんなやってるから見てるんだと思うけど、エルザめっちゃ楽しそうじゃない。しかも羽生えてるよ羽。うん、ということで僕今回エルザ狙っていくことに決めましたということでございます。まあ性能考察のコーナーなんだけどね、皆様の意見とかもね聞いていきたいので、コメント欄とかで、これこういう感じじゃないみたいなのがあればね、コメントしていただけますと嬉しいです。というところで今回終わっていきたいと思います。でガチャ動画に関してはちょっと1日遅れてね出しちゃうかもしれないんですけれども、ぜひぜひ無事エルザが引けるのかどうか見ていただけると嬉しいです。ということで今回終わっていきましょう。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローなんかもしていただけますと嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ガでした。バイバイ。